は怪我の状態から見ても明らかです。これを基準として答えを出していくべきだと思われます。 D クラス側の正当防衛という主張は須藤君が無傷であり石崎君の役が負傷している。あや、なに、放心状態であろうと体に強い刺激を与えられれば意識は覚醒する。お前が戦わなきゃこのまま敗北だ。